We highly value the partnership with Japan. No other partner is closer to NATO than Japan. And you have stated many times that what happens in Asia matters for Europe, and what happens in Europe matters for Asia. この厳しい安全保障環境の中にあって、欧州とインド太平洋のこの安全保障は不可分です。そして日本と NATO は世界のどこであっても力による一方的な現状変更を許さない、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持していくことの重要性について認識を共有しています。このように基本的な価値あるいは戦略的利益を共有する日本と NATO はその絆を深めています。世界大戦で日本が一体どういうことをしたのかということだというふうに思うんですよね。それは朝鮮半島に対する植民地支配であるし、あるいは中国に対する侵略戦争というふうなことを、5月の広島サミットから今回の岸田首相による NATO 出席、NATO 会議出席に至るまでね、岸田の言うようなこの自国を守るためのそういった戦争では全くないということだというふうに思います。全世界の人々が戦争、こんな戦争には絶対反対なんだと言って自分の国で戦争反対の声を上げていく。劣化ウラン弾やクラスター爆弾抵抗汚染水放出阻止の戦いでもあり、軍事同盟ですし、まあ、今戦争当事国と言ってもいいようなところに、まあ、岸田首相が参加するということ、それから東京に NATO の事務所を作るという話もありますけど、それは、まあ、要するに戦争の加担するといいますか、参加していくということであって、まあ、そういうことは、まあ、断固として許せないと、そういうふうに考えて。今、NATO という北大西洋条約機構という形で、日本からは遠い国で起こっているはずの戦争に、日本がわざわざ出かけていく。そして日本に NATO の事務所さえ作ったらどうかとまで言う。なぜそんなことを言うのかといえば、戦争、ウクライナ戦争をアジアに持ってきたい、それを許さない、嘘を見抜いて暴露して訴えて、多くの人々が心を一つにして手をつなぐことを今やろう。人間らしく生きられる社会を私たちの力で。日本はこのアメリカの下にあるというか、そうなのでだと僕はまあ思っているので、どうしてもこう、まあ日本のまあ偉い人たちはそのまあアメリカ側、まあ NATO の方につかなくちゃいけないのかなっていうふうな感じ。今私たちが本当に非正規職とかで食べていけない状態で困ってるのにね、それを全然関係なしで軍事費だけ上げていく、まあ、これ自体がもう本当に戦争そのものだと思うしね、まあ、そういう危機感で私も集会に参加しているところなんです。